はい、皆さんこんにちは、しのたんです。今回は私のポーチの中身をご紹介したいと思います。ではレッツゴー。はい、ということで私が使ってるポーチはこのガルラっていうブランドのポーチなんですけど、これお姉ちゃんが使わなくなったのでちょっと私が使ってます。で、私いつも普段ポーチ持ち歩かないんですけど、泊まりに行く時とかちょっと外に出かける時に持っていくポーチをご紹介していきます。じゃあまずベースメイクからご紹介します。ベースメイクに使う商品はこの3つです。まずメイベリンピュアミネラル BB ウォータージェル N02 番のミディアムという色です。私最近本当にこれ1本で下地とファンデーションを済ませてしまうことが多いんですけど、すごく少量で飲めてくるのでよく使っています。やっぱ1本で済んじゃうっていうのがすごく楽です。で、コンシーラーがザセムのチップコンシーラーです。これは韓国コスメなんですけど、すごくプチプラなのにカバー力も結構あってよく使っています。結構これ使ってる YouTuber さんとかも多いと思います。パウダーが AC のハイカバーマットパウダー H LC スキンを使っております。このパウダー私ドンキで購入したんですけど、本当にマットの肌になってすごく綺麗に仕上がるので、私このパウダー結構気に入ってます。では次アイシャドウいきます。アイシャドウはこちらの2つです。私アイシャドウ結構その日の気分によって変えたりするので、なかなかこれっていうのがないんですけど、サナエクセルスキニーリッチシャドウ SR06 番とケイトフォルミングエッジアイズ BR3 番です。ちょっと色味とかを出したい時はこっちのエクセルの方を使ったりとか、普通のブラウン系のメイクの時とかはこっちのケイトのアイシャドウを使っています。この2つは本当にお気に入りのアイシャドウで、特にケイトのアイシャドウはラメ感がとてもよくって、私よく使っています。次まつげのメイクなんですけど、まつげにはこの3つを使っています。資生堂のビューラーとケイトのラッシュマキシマイザーとサシオのグッドカールマスカラロングタイプです。はい、私はまつげこの3つ使っているんですけど、この資生堂のビューラーもすごく上げやすくっておすすめです。でも手放せないのがこのケイトのラッシュマキシマイザーです。もう本当にこのマスカラ下地がないと私まつげダメで、すぐ私まつげ下がってきちゃうタイプなんですけど、このマスカラ下地を塗るだけでもずっと1日中キープされてるので、このマスカラ下地は本当におすすめしてます。このグッドカールマスカラも特別いいっていうわけではないんですけど、すごく塗りやすいしそんなにダマにならないのでいいかなと思います。持ちのところもね、へこんでてすごく工夫されてるなと思います。続いて眉毛はこの2つを使っています。リボアイヘル眉毛のソフトブラックとエルフアイシャドウパレットマットフォーマットです。はい、私眉毛黒で描くんですけど、このドンキで300円ぐらいだったかな、そんぐらいで買ったやつを使っています。まずペンシルで眉尻の方を縁取ってから、こちらのエルフのアイシャドウの黒のところで埋めているんですけど、ちなみにこのエルフのアイシャドウはノーズシャドウにも使っています。全部マットのアイシャドウが詰まってるので、本当にアイシャドウだけに限らずその眉毛とかノーズシャドウもできちゃうので、このアイシャドウパレットは1つ持っておくと便利かなと思います。で、このアイブロウペンシルもすごく安いのでおすすめです。次シェーディングはキャンメイクシェーディングパウダー01番です。はい、シェーディングはキャンメイクのものを使っています。01番と03番があるんですけど、01番の方が暗い色味になっていて、私肌が黒いのでこっちの01番を使っています。これも結構つきもしっかりしていて、私はすごくタイプなシェーディングです。続いてチークはこの2つです。キャンメイクパウダーチークス PW16 番と MAC のミネラライズブラッシュウォームソウルです。はい、この2つもすごく気に入っているチークなんですけど、リップを薄めの色使う時とかこっちのオレンジのチークを塗ってあげて血色感を出してあげるようにしてます。で、こっちの MAC のチークはあんまりそんなにチークっていうチークではなくてナチュラルな色味なので、リップが濃い時とかアイシャドウを濃くした時によく使っています。続いてハイライトはビセリシェイルミネートパウダー02番です。このハイライトもこれ限定品だったのでちょっともう売ってるかどうかわかんないんですけど、どっちかっていうと白っぽい色味だとは思うんですけど、そんなに白すぎずすごく自然な感じで光ってくれるので、すごく化粧が綺麗に見えます。続いてアイライナーはこちらです。ヒロインメイクスムースリキッドアイライナースーパーキープの漆黒ブラックです。はい、私アイライナーはこのヒロインメイクをずっとリピ買いしてるんですけど、このヒロインメイク本当ににじまなくておすすめです。リップはこんな感じです。リンメルベルベティステイマット006番とメイベリンカラーセンセーショナルリップスティックモードバーガンディとメイベリンカラーセンセーショナルリップスティック CPK641 番とレブロンウルトラ HD マットリップカラー18番のキスイズとエチュードハウスディアマイグロシーティントリップトーク RD303 番と同じ種類の BR401 番と MAC のリップスティックトープという色と
ベビーユーとヒロミです。はい、もうこんな感じで本当にリップはとても多くなってしまうんですけど、リップもその日の気分とかアイシャドウの色味とかによって変えたりするので、たくさんポーチに入っているんですけど、本当につい最近購入したこのリンメルのブラウンリップ、これ本当に最近お気に入りよく使っています。で、このメイベリンのシリーズはこのモードバーガンディの方はすごく濃い色味なので、本当に唇にインパクトがボンって欲しい時とか、かっこよくメイクを決めたい時によく使います。で、このメイベリンのピンクのリップなんですけど、本当にこれも可愛い色味で、ピンクのリップ使いたいなっていう時は大体これを使っています。そしてこのレブロンのウルトラ HD マットリップカラーシリーズの18番、キスイズという色味なんですけど、この色味も本当に可愛い色味で、ピンクブラウンみたいな感じでピンクをちょっとくすませたような色味になってるんですけど、このリップもどんなメイクでも合うし、なんか目元がピンク系のアイシャドウだったりするとこのリップを使うことが多いです。で、このエチュードハウスのリップたちもちょっとツヤツヤした赤リップを使いたいときはこれを大体使うようにしています。ヌーディーな感じにしたいときはこっちの BR401 番をよく使います。このリップ自体本当にツヤがあって保湿力がとても高いので、薬用リップとかは塗らないでこれ1本で塗ることができます。で、この MAC のリップたち、私 MAC のリップでこの2つ結構お気に入りの方なんですけど、このトープっていう色は本当に万能で、これ1本ではもちろん可愛いし、でもこれ1本だとちょっと顔色が悪くなってしまうので、他の1本塗ってからちょっとブラウンがからしたいなっていう時にこのリップをよく塗っています。こっちのルビーユーっていう色は、私 MAC のリップの初めての色味がこの色味だったんですけど、本当にこれマットで色味もパキッとした赤なのですごく気に入っています。だいたい赤リップをつけるときはこのリップが多いです。で、あとは本当にこのブラシになるんですけど、これがシーリング用ブラシで、こっちがチーク用のブラシなんですけど、この2つはダイソーの春姫というブラシを使っています。本当にダイソーの商品なんですけど、全然毛質も柔らかくってすごく気に入っています。で、こっちのブラシはアイシャドウとか眉毛とかノーズシャドウに使うブラシになってます。で、このブラシもよく質問いただくんですけど、私これメルカリで何本セットで何千円とかやつ買ったんですけど、普通に使えるブラシになってます。やっぱり1本売りの方がブラシの質とかもいいと思うんですけど、やっぱりセット塗ってると惹かれてしまってそっちを買ってしまいます。しかもセットだとアイシャドウとか眉毛とかベースとかいろんなパーツのブラシがセットになってるやつが多いので、私はそこが気に入ってこのブラシセットを買いました。はい、こんな感じでもうポーチ空っぽになりました。本当にポーチがでかいのでめちゃくちゃ入れてるんですけど、なんか普段私あんまりメイク直しとかもしないので、そんなにポーチとか持ち歩くこともないんですけど、お泊まりとかでメイクするときに持っていくポーチの中身をご紹介しました。多分季節によってアイシャドウの色とかリップの色とかも変わってくるので、またもう少し時間が経ったらニューポーチの中身を紹介していきたいなとは思っているんですけど、とりあえず今の段階でポーチ持っていくとしたらこの化粧品を選びます。はい、今回はこんな感じで私のポーチの中身をご紹介したんですけど、少しでも参考になってくれればなと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画を見てくれると嬉しいです。ではバイバーイ。